知の中札内村で小学生が地元のジャガイモで作るでんぷんについて学びました。中札内小学校の3年生のクラスで行われた食育の特別授業。ジャガイモがでんぷんを使った製品になるまでの過程と生産者、加工者、製造販売者のそれぞれの役割が説明されました。また村で作られたでんぷん粉を主な原料とするでんぷん麺のマロニーちゃんも紹介されました。授業の後の給食にはマロニーちゃんを使った特別メニュー担々スープが登場し、子どもたちは独特のもちもち食感を楽しみました。じゃがいもの作るのを見てどうでした？すごかった。面白かったです。でんぷんができるまでが分かりました。子どもたちが給食の中にマロニーが入っているのを食べて、マロニーちゃんおいしいって言いながら食べてもらっているのを見てですね、非常に嬉しく思いました。食育を通して子どもたちは地元の農産物をより身近に感じたようでした。